はい、ということで皆さんこんにちは、佐賀修でございます。さあ本日はですね、いよいよちょっと暖かくなってまいりましたけれども、そんな春の一日にもスニーカーは発売されるということでですね、現在、横浜にあるアトモス横浜店の方に私は向かっております。本日発売される一足なんでございますけれども、エアージョーダン1レトロハイ OG のですね、もうね、なんて言っていいのかわかんないカラーですね。なんか2つのカラーがガッチャンコしたみたいな、履き口周りとかかかと部分がちょっとねシャドウっぽいような感じで、つま先のねチップ部分とかがなんかねちょっと銅みたいな、俺もいまいちちょっと仕様が分かってないんですけど、なんかちょっと特殊なねツートンカラーが、採用された一足ということで、まあ抽選もありますし、なんせドレコも持ってるというところがあったので、あともう横浜までね抽選参加しようかなっていう感じなんですけれども、結構今回ねドレスコードがまあ厳しめってわけではないんですけど、まあいつもみたいなアトモスさんのですね、別注カラーが入ったようなドレコじゃないというところがですね、並びの様子も変わるのかななんて思いながら、ちょっとね楽しみに行こうかなというような次第でございます。まあ、その後ねお店行ったり飯取り行ったりというようないつもの Vlog スタイルで行こうかなという感じでございますので、今日も思う存分横浜スニーカーライフを楽しんでいただければなというふうに思っております。それでは本日はですね、横浜にあるアトモス横浜店の抽選から Vlog スタートしたいなというふうに思います。それでは行ってみましょう。ということで現場付近に着いたわけなんでございますが、どうでしょうね、今日人いるのかな、なんかあんまりいなそうな雰囲気はしてるんですけどね、どうなんだろう。あーでも並んでるな、30人ぐらい並んでるっすかね。これ26番ですけれども、14番以内が当たりみたいですね。ちょっと頑張って引いていきたいですね。ということでですね、残念ながら外れということでですね、18だったかな、14番以内が当たりだったんで、もうあえなく惨敗という結果でございましたね。全部の並びはね33人ぐらいだったかな、の14なんで、まあ約半分ぐらい、 50% 40% ぐらいの確率だったのかなということで、まあ引けないですね。特にあの直引きじゃなくなったんで、なんかそこら辺がちょっとねワクワク感がちょっと減っちゃったなってところあるんですけど、まあまあまあ抽選すること自体は楽しいのでね、まあこれからも参加していこうかなって感じなんですが、どうだったんですかね、あの東京の方が多かったのかな、東京23とかどんくらいだったのかってまずちょっと知らないんですけど、ちょっと今回は、残念ながら朝岡はアトモス横浜外れということで、今ねちょっと一緒に並んでた友人が当たったので、もしね実物見せてもらえればちょっとそれ待ちで行こうかなというふうに思っております。さあということで友人が当たったので、触って大丈夫ですか。あ、そうっす。ちょっとね実物見させてもらいましょう。あ、でもスメルは完全 AJ1 ですね、これは。はい、こんな感じですね。ちょっとシャドウというよりは緑がかった感じかな、なんかこうダークミントみたいなカラーリングで、ここがすごいよな、この銅みたいな加工がされた、あとタンもねちょっといつものタントップじゃなくて平面に縫い付けられてる感じで、このダークミントみたいなのでシカゴカラーブロッキングみたいなのが欲しかったですね。面白い。さあそして替え紐はねライムグリーンみたいなね、かなり鮮やか、羽根からちょっとどういう色になるのかわかんないんですけど、一応ねミッドソールはクリーム気味な感じでございますけども、この替え紐面白いですね。さあということでちょっと今日はねこのタイガーで気になるのがあるんで見てみましょう。
キシコですね、鬼塚タイガー。ヤンキースカラーのネイビーやばいっすね。いやこのね、ミニマルなデザインが、ね、最近ちょっとめちゃくちゃ気になってるんですよね、鬼塚タイガー。相当薄いんですけど、ミッドソールもね、履き心地がえぐいですね。ちょっとね、履いてみたかったんで、今日ね、履きに来たんですけどね。かっこいいわ。履けば履くほど渋くなりそうな、この感じ。ちょっと新たな欲しいラインになってきたな。かっこいいな。こっちが日本製で、こっちがね、あの普通のメキシコなんですけど、やっぱもうつま先が全然長さ違うけど、これぐらい違うんで、ちなみに値段が1万円以上違いますね。でね、このレザーも焼き革を使ってると、本日が日本製というふうに書かれてますけど、でも形はこっちの方が俺好きかな。欲しいスニーカーに入ってきましたね、これ。さあ、ということでですね、先ほどちょっと鬼塚タイガーの方にも行きまして、あ、メキシコかっこよかったですね。ちょっと最近じわじわ来てるラインなんでございますけれども、まあ今日はね、あの買ったりはしなかったんですが、またちょっとね、気になるのあったら、ちょっと履き心地には感動したかなって感じなんですけど、こっからは、恒例のメシテロでございますが、前回ご紹介したセンターグリルというですね、洋食屋さんがめちゃくちゃ好評で美味しそうだったということですね。横浜らしい今日も洋食屋さんに、来てみたんですけれども、それがこちら、奥風呂さんですね。ここはですね、スパピザというですね、ミルクレビューあるお店なんですけど、今日めっちゃ並んでますね、ランチなんで。すごいですね。ステーキコンボとかも美味しそう。この名物はこのスパピザですね。スパゲッティにピザソース乗っかってるやつですね。これね、スパピザでございますよ。ここカレーもうまいんだよね。これね、熱々焼きカレー。ちょっと焼きカレーも迷うな。まずはね、サラダとスープが来ましたけれども、こんな感じで下にねスパゲッティがいるんですけれども、上はピザということで、チーズたっぷりのここのね、オフブロオリジナルのメニューでございますよ。これうまいんで、ちょっと行ってみましょうか。うわー、熱々、ちょっとこもっちゃうこもっちゃう。こんな感じでね、中はスパゲッティでチーズたっぷりと、いただきます。うまいっすね。うん、すごいチーズ。うん、目の前の、さあ、ということでですね、通常だともうこれでおうちショットに変わるんですが、ちょっとね、濃いめの味だったので、さっぱりコーヒーということで、前回ね、ブルーボトルコーヒー取り上げましたけれども、まあ、横浜のね、山下公園近くのね、めちゃくちゃうまいコーヒー屋さんがあるので、最後ちょっとね、ここ紹介したいなと思うんですけれども、それがこちら、はい、どーん。ということで、こちらのエリオットアベニューというですね、コーヒー屋さんなんですが、ここのラテめちゃくちゃうまいんで、最後に飲んでいきましょう。なんとあのね、数量限定なんですけど、これ、ね、シアトル直送のね、豆を使ったラテということで、いただきたいと思います。
さあ、ということでお家ね、帰ってきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ抽選の結果はですね、まあ惨敗という感じで、まあスニーカーズの方もですね、チャレンジしたんですけれども、ゴッテムならずということで、まあ致し方ないかなということで、まあこれからね、またリリースされるスニーカーバンバン狙っていきたいなというふうに思っておりますし、鬼塚タイガーね、最近ちょっといいなというふうに思ってですね、今日お店行ってみたわけなんでございますけれども、まあ今年はね、ちょっとこう買ったことないような、履いたことないようなスニーカーなんかもどんどんチャレンジしていきたいなというふうに思っておりますので、また、機会があればお店の方とか行って、まあ実際に買ってみたりとかもね、したいなーなんていうふうに思ってるブランドさんでございますね。ということでですね、今日ごめんなさい、ちょっとですね、いろいろ仕事も立て込んじゃって動画の更新が遅くなっちゃったんでございますけれども、まあ3月はね、割とリリースもおとなしかったということもありますが、4月は結構立て込むんじゃないかなというような予感がしておりますので、それに備えてね、頑張っていろいろ準備していきたいなというふうに思っております。まあリリース少ないですけど、ちょっとね、気になるインラインとかもありますので、まあそういうのを巡るような動画もちょっと撮れたらいいなーなんていうふうに思っているんですが、まあ僕のね、Vlog は、ご飯だったりコーヒーみたいなね、ところもですね、どんどん紹介していけたらいいなというふうに思っておりますので、そちらもぜひ楽しんでいただければなというふうに思っております。それでは今回の動画面白かったと思ってくださった方は、ぜひ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお待ちしてます。 See you next movie。 じゃねー。 You just put my mind right now。Through the dazzling light.